今これ21のところに矢印、あ、20のところに移りましたね。はい、まだ放送席、はい、ではヒーローインタビューです。ホークスファンの皆さん、決勝タイムで話しました松田選手です。ナイスバッティングでした。どうもありがとうございます。決勝タイムで振り返っていただけますか。まあ、8回に、ね、追いつかれたんで、とにかく、9回で、ね、勝ち越そうという思いで、まあ、チャンスで打席を回ってきたんで、とにかく、つなぐ、後ろに、明石もいたんでね、つなぐ思いで、打席立って、あ、結果、ヒットで良かったと思います。非常に低いチェンジアップだったと思いますけど。はい、松井君の、落ちる球っていうのはね、良かったんで、常にあのボールを頭に入れながら最後ね、あれを打つことができたんで、良、かったと思います。柳田選手がチームを離れる中で、チームとしてどういう思いで臨んだんですか。はい、昨日ギータがね、ちょっと骨折してしまって、やっぱりあの悔しい思いは本人が一番してると思うんでね、残り、わずかになってきたんで、残りのいるメンバーでね、とにかく優勝しようという思いでやってますんで、今日勝ってよかったと思います。今日日本ハムが敗れました。これでマジックが点灯しました。そのあたりいかがでしょうか。いや、もうそれは今知ったんでね、ようやく、マジックというものを、つけることができたんで、また明日からね、それを一つずつ、消していけるように、またチーム一丸となって勝ちに行きたいと思います。おめでとうございました。ありがとうございました。決勝タイムリーを放ちました松田の、ヒーローインタビューをご覧いただきました。さあ、他球場ですけれども、行きますか。はい、